久保さん、路地裏のお店いいっすね。今回、令和の隠れ家にしましょうか <laughs>。多分、久保さんと僕に行き着く人って、すごく周りだし、あのー、まあ、ラッキーで捉えるか、ラッキーじゃない、まあ、なんか、あそこにすげえ隠れ名店あるぜ、みたいなね。そう思うか思わないか、あなた次第ですけど、まあ、少なくても隠れ家ですね <laughs>。そう。 僕は久保さんと違って、もうチャンネル登録はま、全くではないですけど、伸ばそうという気がないですね。もう。伸ばそうという気がないです。だから今日の夜ぐらいに僕はあの、一日、もう限定公開の動画溜まりすぎて450本溜まってんすよ、久保さん。溜 <laughs> まったね。<laughs> それ一気に公開するんですよ。で、一気に公開したらチャンネル登録100%減るんで。 100%チャンネル登録減ることをやるんで僕は遂行しますから多分一日で450本公開できる男って多分日本で僕ぐらいでしょうねただし450本公開したからといって1本あたりの再生数0とか1でしょうねだって一気に450本ね公開しても多分見切れないんでこの前も一気に200本ぐらい公開した時も0の動画ありましたよ久保さん0の動画 一,一気に公開すると見切れないから、ゼロつきますね <laughs>。そう。なんかね、逆ですよね。逆を行くっていう。まあ多くの人は再生数どうやって集めるかっていうね、しのぎを削ってるんですけど、僕はどうやって、あの、チャンネル登録を減らすか、どうやってゼロ再生を作るかっていうね。久保さん、ゼロ再生作れますよ。一日で一気に公開したら、見切れないから <laughs>。 ね、久保さんはゼロ再生もう無理って言ってましたけどね僕はできるんです <laughs> なかなかこれファンキーですよだからねこの前そのお客さんからあの僕ってそのどう見られてるか分かんないですよねまあまあなんだろうな自分がチャンネル登録してるわけじゃないので、まあ、別アカーでチャンネル登録すればまあその見え方っていうのが分かるんだけども多分それしてないんで僕。 この前お客さんからあの動画送られてきて、吉谷ジャックですみたいな。私のスマホが吉谷ジャックですみたいな。スクロールしても、どんだけスクロールしても僕の動画しか来ないっていう。そう。もう吉谷アメーバ経営ですね。アメーバの孤独ね。そう。それが嫌な人は、あの、解除していきますから。そう。まあだからまあ、あの、なんだろうな。 いろんな成功モデルっていうのがあると思います。だから僕のやり方っていうのは一般的ではないと思いますけども、僕はこれで、あの、ずっとやってますんで、うん、これでいきます。久保さんと違ってコメントも僕は書けないようにしてますし、グッドバットしても別に見れないし、もうあの、あの、何も気にしてないっていうか、ま、あの、メルマガには登録しろ言いますけどね、それ以外はないですね。<laughs> うん。 本当に他の YouTuber さんとは真逆のことをやっていると。真逆、他の YouTuber さんと真逆のことをやってるけど、まあ自由に生きてますよと。<laughs> なんか不思議ですね。令和の隠れ家。この戦略いいんじゃないですか。いってらっしゃい。